ははいこんにちはレトスノーノです6月29日の3問に入る前に過去に、えー、宅検に合格された方から皆様にアドバイスのメールをいただきましたのでそのままですね転記させていただきました。 で、まあ、これ、女性の方なので、私が読むと、ちょっと、あのー、女性っぽくなって、おかしいかもしれないんですけども。まあ、メールそのまま、お読みさせていただきます。宅建を勉強されている皆様へ。勉強ができないときは、勉強できる環境を整えることから、始めましょう。勉強していると、当然不安になったり、焦ったりすることはありますよね。私も、受験時代は、そういう状態になることが、たびたびありました。勉強が思うように進まなかったり。 理解ができなかったり、などなど原因は様々ですがその原因の一つに他人と自分を比べてしまい不安な気持ちになったり焦ったりすることがありますお伝えしたいことは他人と比較しすぎないことですあの人はこんなにやっているのに自分はこれしかやっていないどうしようダメだと他人と比べ自分を悲観するようになるのはよくありません気分がマイナスになるのであればそれはやめましょう いい意味でライバル心を燃やして自分のモチベーションを上げるために他人と比較するのであれば OK です。気分がプラスになり勉強意欲が湧いてきますから。今は心のバランスが崩れやすいですから自分の心のサインに注意しながら勉強していきましょう。といった内容のメールでした。でもまさしくですね、私も同じ意見です。あの、特に予備校とか通っている方ですね、学校に行ったりしている方っていうのは 他の人ががめちゃくちゃゃく勉強しているる場合があるんですねで。やはりその方と比べると自分が勉強できていないこれじゃダメだで悲観して勉強ができなくなっちゃうまあこういった方やっぱいらっしゃるんですね結局は達見試験っていうのはもう自分との戦いなんですよ自分自身できる範囲でできる限りやっていけばそれで合格できますもちろん勉強の仕方間違えてしまうと合格できないんですけども ちゃんと正しいやり方をして自分自身で課題を見つけながらですねやっていけば合格できるのであまり他人の速度とかはえ気にしなくて大丈夫ですちゃんと自分自身で計画を立ててその計画に従ってコツ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 やっていくってことですね私自身は学校とか行かずに独学でやってたのでその周りがどれくらい勉強してるかっていうのがわからなかったんですねただ自分で計画を立ててその計画をもとに自分がちゃんとできているか また理解できていない部分を理解するようにしているかといったところに焦点を当てながら勉強を進めていったんですねなのでこのメールに書かれているようにその周りが勉強しているかどうかわからなかったんでまあこういった不安とかはなかったんですけども他人と比較することはなかったんですけどやはり試験が近づいてくると大丈夫かなってやっぱ不安はありました ただ、その不安っていうものも、ここに書いてある通り、プラスに変えていくことってすごく重要なんですね。不安だからこそ、より一層勉強しようとか、不安だからこそ、昨日よりも10分だけ多く勉強しよう。まあ、そんな感じで勉強を進めていました。少しでも参考になれば嬉しいです。では、本日の3問に入っていきます。A が、高土地の売却を代理する権限を B から書面で与えられている場合。 A 自らが飼い主となって売買契約を締結したときは、自己契約の禁止により、常に A は公土地の所有権を取得できない、ルか×かという問題ですね。一度考えたい方は、動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄ですね、概要欄から問題文ご確認ください。答えは×ですね。まず、A が B から代理の権限を与えられているって書いてあるので、 A が代理権をもらっているわけだから A が代理人ですね。で、B が本人になります。で、代理人 A が自ら買い主となって売買契約を締結したって書いてありますよね。B は A さんに売ってくださいって頼んでます。売ってくださいって頼んでます。つまり B さんが売り主ですね。B さんが売り主で A は売り主代理人なんですけども、売り主代理人である A さんが買い主となって、 AB 間で売買契約を締結するって話ですよ。まあ、これ自己契約って言いますよね。で、自己契約っていうのは、まあ、禁止なんですけれども、自己契約したらどうなるかというと、原則ですね、無権代理として扱われます。つまり無権代理のルールで処理をするって話なんですね。ただ、例外として、本人があらかじめ許諾した場合、つまり A さん買い主となって売買契約していいですよって許した場合ですね。もしくは、本人が追認した場合、 つまり、後で AB 間の契約を認めた場合ですね。承諾した場合。まあそういった場合は有効になります。つまり、問題文では常に A は公土地の所有権を取得できないってこう書いてありましたね。だこれは誤りですよね。例外的に有効になる。つまり AB 間の契約が有効になるということは、代理人 A が所有権を取得できる場合があるわけですよ。従って答えはツになるということになります。 で、これテクニックとして、常にっていう言葉が出たら、それだけで誤りとする方いるんですけれども、これはやめておきましょう。まあ、今回の問題ではこのテクニックで解けちゃうんですよ。解けちゃうけれども、これ解けない問題も作れるんですね。なので、きちんとルールを頭に入れておくことをお勧めします。で、短期講座では、これなんで自己契約が禁止になっているのか、そこまでですね、解説させていただきます。 まあこういった部分をちゃんと理解しておくと、まあ本試験の時に、あれどっちだったっけってなった時に答えを自分自身で導けることができるようになるんですね。単にルールを忘れたとしても、その理解しているところから答えを導くというところまでできるようになるんですよ。大体本試験って頭が真っ白になっちゃうので、まあそういった時でもちゃんと理解をする勉強をしていれば答えを導けちゃうっていうことなんですね。だから理解をしていたら合格をしやすいし、逆に理解していないとなかなか合格するのは難しい。 といいうううことにななるるわけでですすす、まあ、本試験っていうのはもうみんん緊張するんですよだから単に丸暗記の人っていうのは、まあ、大体やっぱ忘れちゃうんですよね本試験の時緊張して普段は解けるけれども本試験になったら間違えちゃうともうこれまあ普通なんですよもうみんなそうですなんでそういった緊張している時でもちゃんと実力を発揮するためには理解学習をした方がいいわけですよねだから短期講座ではそういった理解についてまで解説をしておりますでは問い2に入ります 宅地建物取引業者 A が販売する宅地建物についての販売広告を受託した者はその広告代金債権に関し A が供託した営業保証金について弁済を受ける権利を有するルか×かという問題です答えはこれ×ですね営業保証金制度っていうのは宅建業者と 宅地や建物に関すすするる取引ををしたお客さんん保護するものなんですねつまり、宅建業者と広告に関する取引をしたもの例えば広告代理店とか印刷業者などですね、この方々は営業保証金から弁済してもらえませんで。今回の問題を見ると、販売広告を受託したものはその広告代金債権に関してって書いてありますよね。このの広告代金債券っていうのは 宅地建物の取引に関して生じた債権ではないってことなんです。だから、営業保証金について弁済を受ける権利はありませんので、誤りになるということになります。まあ、これは品質なので、絶対得点すべき問題なので、絶対解けるようにしておきましょう。では、問いさんです。都市施設は適切な規模で必要な位置に配置することにより、円滑の都市活動を確保し、良好な都市環境を保持するよう定めることとされており、 都市計画区域外には定めることができない。丸か罰かと。これ、罰ですね。都市施設は都市計画区域外でも定めることができます。で、え都市施設っていうのは道路とか下水道とか公園とかなんですね。で都市計画区域外っていうのは、まあ、イメージとしてはちょっともう町から離れた、まあ、山っていうイメージかな。まあ、山奥までは行かないけども、山があるようなところです。あんまり人が住んでいないようなところですね。 でそういったところでも道路ってありますよねってことは都市施設あるって話なんですよってことはこの問題文が誤りって分かりますよね都市施設は都市計画区域外に定めることができないってなってくるとこれ都市計画区域外には道路を作れないってことになっちゃいますよねまあそれは誤りってこと分かりますよねまあこのようにイメージしながら勉強していったら都市計画法もそれほど難しくありませんのでイメージしながら勉強していきましょうそして短期集中実力アップ講座の値上げまであと1日となりました 効率的な勉強ができれば今からでもまだ間に合います。もう来年勉強したくない、今年で終わりにしたいという方は動画の下の概要欄から短期講座の内容をご確認いただければと思います。新たな事講をお待ちしております。レトスのオノでした。